こんばんは、おはようございます。TKZGT とか ZGT と言います。はい、間違って音を上げちゃいました。はい。動画投稿を始めてから8年経ちました。イエーイはい。まあ全然イエーイじゃないんですけどあ。いつも見てくれてる方はね、ありがとうございます。本当に。うん、まあこの動画を見てくれるかわかんないですけど。多分誰も見てないんじゃないかなわかんないですけど。はい。うん、まあ多分見,見てる人いないと思うんでね。はい。まあ。 喋っていいいきたいと思います、はい、もう自分用動画ですね、うん。1年後の自分用動画。はい。まあ1年後というか、まあまあね、こうやってね、まあ執ごとにね、うん、思い出を作っていきたいと思います。はい。まあね大、大事だ。毎年やりたかったんですけどね、うん、毎回忘れてましたね。うん、この時期。うん、毎回。あれえ ?6 月だ。俺俺のいつ,かいつから動画始めたっけ 5月だ。お、もう1ヶ月撮っちゃってる。あー動画飛び忘れちゃったって感じだよね。うん。毎回。毎回もう6月頃に。ああ、もう、過ぎちゃったって感じでね。うん。動画ね、撮れてなかったんですけど。今年はうん、今年は5月ぐらいにね。ちょうど5月ぐらいに。じ、自分いつから動画を始めてるんだっけ動画、投稿。 5月だっけ ?6 月だっけうんお5月14だ。おお動画撮ろうってなりました。はい。うん、なので、この動画ができています。はい。まあね、はい、8年経っちゃいました。はい。まあ、2013年頃ですかね。うん。2013年頃というか、8年ですよね。あれ、7年 ちょっと計算がね、できないんですけど。うーん、バカすぎて <laughs> できないんですけど。はーい。うーん、まあ8年ですよね。うん。8周年ですよね。うん。合ってますよね。うん。合ってる。うん。合ってる。<laughs> まあ、たっちゃったんですよ。まあ、最初の頃はね、その、まあ、妖怪ウォッチ。<お>妖怪ウォッチ存在すらしてないのか。まあ、体験版、ん体験版が先行配信されたんですかされてないか。妖怪ウォッチ。 別に最先行、まあ、世には出てたのか。でもまあ、ゲームが発売したのは、6月、7月頃ですよね。まだ、8日予知が出る前ですよ。からまあ、動画始めてるんですけど。うん。まあ、最初の方はね、ドラゴンボールの動画とか、なんか上げてましたね。カードとか。v ジャンプ v ジャンプの紹介動画とかやってましたね。うん。v ジャンプについてるカード紹介したい。<laughs> まあ、今、動画非公開なんですけど。<laughs> v j ャ m p で定期購読してたんでね。定期購入なんて言うんですかわかんないですけど。うん。まあ今はやってないんですけど。まあ今ネットでね、いろいろ情報得られますから。その子はね、ネット全然疎くて。まあ YouTube 見るぐらいでしたかね。YouTube 見るぐらい。本当にそれぐらいしかネット使えなかったですけど。今だったらもうブラウザーでいろいろ見えますからね、う。ん 情報を得られますか。うん。こんな感じですね。まあネットの方が早いですしね。<laughs> うん。V ジャンプとかでなんか、先に、うん。まあ V ジャンプの方が早い時もありますでしょう。まあドラゴンボールのために V ジャンプ買ってたんでね。うん。ドラゴンボールヒーローズのために。まあヒーローズやってないですからね、僕、自分、自分は <laughs>、僕は <laughs>。はい。やってないんで、最近は。 まあまあ、買わなくなっちゃいましたね。はい。まあ、そんなことはいいんですけど <laughs>。はい。で、その後ね、まあ、8年、8年ですけど、まあ、その後、モンストとか、動画上げ始めた感じですかね。モンストの動画を。うん。最初はドラゴンボールときて、その後、モンスト。モンストも2014年ぐらいから、まあ、ガシャ動画。 うん、直撮りでしたね。うん。画面直撮りで。ガシャ動画とか上げてましたね。で、あと、モンスト内に、あのー、画面を録画して、なんか動画上げる機能があって、それで、動画上げたりもしてましたね。はい。で、そこから数年 <laughs>、まあ、たまに動画上げたりしたりしなかったりして、で、それで、2018年頃から8日予知 ぷいぷいの動画を上げ始めたって感じですね。はい。まあ、この動画をね、見てくださってる方はね、うん、まぁ、あ、どんな人か見てるのかわかんないですけど、うん、初見さんかもしれないですね。初見さんかも。はじめまして、よろしくお願いします。はい。8年やってます。はい。8年やって、登録者数600何人ですか ?600 人ぐらいです。はい。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。8年です。8年こんな動画上げて、 この登録者数の人、い,いるんですかまあい、まあ、いるかいる、いますよねうん。いる。<laughs> いると思います。はい。<laughs> いや、でも、いやこの、え、どうだろうと <laughs>。いや、やばいですよね、えー <laughs> うん。まあね、ありがたいですけどね。ここまで。じうん、自分の実力的に、まあ、まあこ、こんな感じですよね。うん。ありがたいですけど。うん、まあ、もうちょっと伸ばしたいところですけど。 で、まぁ、あ、18年からヨーカップ話が脱線,す,脱線しすぎですね。はいえー、18年からヨーカップリンプリンね。あのー、やり始めましたねその頃ね、ちょうど、もっとも,もっともっと持ってた端末が壊れててゲあ、アプリゲームやってなかったんですよね。で、2018年に端末新しく買って、その頃、2018年頃から、 iPhone にもね、画面録画機能がついたんで、まあ、それで実況できるようになって、まあ始めたって感じですね。妖日チプニプに始めたのは、本当に、2015年でしたっけ。はい。まあ始まっ、サービス始まった時から、ぼちぼちやってたんですけど。うん。まあまあまあ。まあ対応支援魔の時に本,本格的に始めたって感じですかね。対応支援魔のためにめちゃくちゃ頑張りましたね。はい。 で2018年に動画始めたって感じですかね。その後に、その後ですね。太陽誌の後ですかね、うん。まあちょうど Y ポイントに変わったあたりから動画始めたって感じですかね。バンバラヤ、バンバラヤ,ーババラヤーの歌詞は動画が初めてですかね。わかんないですけど。うん。まあそれぐらい経ちましたね。はい。まあ実質3年ですね。うん。本格的に動画始めて。うん。 8年経ちましたとか書いてありますけど。うん。はい。3年経ちました。うん。3周年動画です。<laughs> 今年で3周年です。はい。よろしくお願いします。はい。ま、だいぶ3周年。3周年だとしても、ちょっとあんまね、登録者数は伸びてないのかなっていう感じですかね。うん。まあまあ、自分的にはまあ、まあ、こんなもんかなと思いますけど、その、他の人と比べるとですよ。 ほかの人とか、世間一般的に考えると、3年よってこれこうみたいな感じですかね、わかんないですけど、まあ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 、まあ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 、でも、その妖怪ウチプインプインやる前は120人ぐらいだったんで、そう考えると500人ぐらい増えてるんですよね、3年で。3年で500人って言うとちょっとあれですけど、妖怪ウチプインプイン始めてから500人増えたんですよ、はい。<laughs> まあ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 いいんじゃないでしょうかはいまあでも最近はちょっと伸びがあんまりよろしくないですねいや伸びてはいるんですけどそそのなんかそれよりも登録が解除されるんですよねうんまあ上げる動画が良くないのかもしれませんねだいぶ解除されるんですよね登録される余裕解除されるんでね減る減っていくっていう いやあ、大変ですね <laughs>。ちょっともうちょっと頑張んないとですよね <laughs>。はい。まあね、あげ,あげたいときにね、あげられないのと、ちょっと上げる、うーん、妖怪ウォッチ以外の動画もあげたいんですけどね。ちょ環境が悪くて、はい。まあ、家族もいたり、あと部屋が散らかっててね。うんへ、部屋が散らかってて、すごい、あの、動画撮れにくい状況なんで、 まず部屋を片付けることですね。うーん。まあ、3年間ずっと言ってるんで、ずっと言ってるというかずっと思ってるんですけど。うん、部屋片付けないとなと。<laughs> えー、3年経ちました。部屋片付けると、片付けないのだなと思い始めてから。はい。まあね、一向に片付けられていない状況と。はい。まあね、早く部屋片付けて。あと生放送やりたいんですよ。はい。生放送やりたいんですよね。 まあまあ YouTube ライブはちょっと、うん、当分、3年、5年後ぐらいを予定しておりますけど、あと、ここ1年、2年で生放送とかやりたいですね、早く。うん。まあまあ、なかなか難しいんですけど、まあ生放送、まあ、ツイキャストとかですかね、ツイキャストとかミラティブで生放送とか、まあやりたいですね、はい。まあまあまあ、それにはね、まあ部屋片付けないと、ちょっと厳しいんで。 まあ頑張っていきたいと思います。はい。まあね、妖怪ウォッチとかモンストやってると、ちょっとなかなか時間が取れなくてね、まあ言い訳なんですけど、うん、まあ一回やめるとか、ちょっとしないといけないのかなっていうのは、まあちょっと考えてますね。はい。まあ動画投稿も一回やめて、部屋の片付けしてみたいな。はい。まあね、頑張っていきたいと思います。はい。あとね、まあ動画の質問ね、面白い動画とか、役に立つとこ動画とか、 まあ、頑張んないとですね。はい。ということで、はい。8年経ちました。<laughs> 8年経ちました、はい。まあ、振り返りというと、ええ、こんなもんですかね。うん。まあ、8年経って、あまり成長を感じない。<laughs> まあ、もう、声が大きくなりましたかね。8年経って。ちょっと、ちょっとと大きくなりましたけど。<laughs> いや、8年ですよやばいですよ !8 年ですよ本当に オリンピック2回できますから、ねうんまあ、今はねなかなか去年,去年できなかったですけどなかなか厳しい状況ですけど小学1年生が中学何年生かになってますよ2年生とかになってますよ大変ですよもう8年ですよいや戻りたい、うん、戻りたいですねまあ戻れないんですけどはいまあ戻れないんでねまあ突き進むしかないですね こっから登録者数伸ばして頑張っていかないとちょっとまあ動画もね投稿モチベーションもそうですしまあなんか続けるうん続ける理由がなくなっちゃうんでねうんまあやめちゃう可能性が高くなんでねちょっと頑張っていかないとでもがま頑張りすぎるとね疲れちゃうんでね <laughs> 疲れちゃうんでねうんいや,やめたくなっちゃうんでねそれはそれでまあ頑張らない程度に頑張ります <laughs> <laughs> おかしいな。疲れない程度に頑張ります。はい。うん、クズですね。ほんとめんどくさがり屋ん、めんどくさがり屋なんでね。YouTube 一めんどくさがり屋じゃないですかね、多分うん。ほんとめんどくさい。もう息を吸うのもめんどくさいですからね <laughs>。最近はちょっとめんどくさいも、なんか、なくなってきましたね。なんか、やる気に満ち溢れてるんですけど、最近。 まあ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 、そん,、まあ、そんな、そんな動画、動画、動画に対してやる気、与えられてるか分かんないですけど、うんやる気は道は溢る。やる気だけは道は溢れてます。はいまあ、頑張っていきたいと思います。はい。まあね、いつもね、動画見てくれてる人が、この動画を見ていただけてるか分かんないですけど、いつもね、動画見てくれてる方、ありがとうございます。本当に。まあね、これからも、まあ多分動画、投稿続けると思うんで、まあ別のチャンネルに移行するとか、 なん,かなんか起きるかもしれません。うん。アイコンとかね、ちょっとそろそろ変えたいんですよね。あと、名前も変えたい <laughs>。名前もちょっとそろそろ変えたいな、みたいな。うん。はい。まあまあ、いろいろ考えてるんですけど。まあ、何もできてないんですけどね。うん。まあ、徐々に徐々にね、頑張っていきたいと思います。はい。まあ、よろしくお願いしますこれ。これからも。はい。まあね。まあまあ、この動画は多分、まあ、再生されないでしょう。うん、まあ、思い出としてね、この動画はね、作ったんで。 いいんですけど、はい、まあ1年後ねこの動画じ多分自分が見てると思いますはい1年後の僕見てるうん元気してるか登録者数伸ばせたか多分伸ばせてないよねうん頑張ってねはいというか頑張れはい 10, 10年後にもいっとくか10年後の僕見てるうん登録者数1万人いったか1万人無理か うん、無理だよな、どうせ。どうせ無理だよな。うん、お前のことだし。無理だよな、うん。頑張れよ。うん、頑張れよ。諦めんなよ。諦めんなよって。うん。諦めろよ。諦めろ。そろそろ諦めろ。うん。<laughs> やめよう。うん。嘘諦めんな。諦めんな。頑張れ。いや、頑張れとは言わない頑張れ。うん。はい。ということでね、10年後の僕も見てると思いますけど、この動画。生きてたら見てると思います。 チャンネルがバンされてなかったら見てると思います <laughs>。はい。いや、バンされてる可能性ありますからね。本当に。チャンネルが消えてる可能性はある。全然ある。10年後とか。はい。まあ、頑張っていきたいと思います。はい。はい。どんな感じですかね。はい。いつもありがとうございます。はい。あとね。うん。あとなんかいい。あ、あとこのね。うん。まあ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 。動画ね。動画。まあ、続けられるかわかんないですけど。うん まあまあ頑張っていいいいきたと思ままあね9年10年10年とかあと2年で10年とかねまあやばいですねはいまあよろしくお願いしますはい頑張っていきたいと思いますと言いつつ多分頑張らないと言いつつ頑張んないと頑張んないと思ってるけど頑張れないまさにクズはい頑張ります <laughs> 本当頑張れ。本当本当頑張らないとですね。はい。まあ、ちょっとぐだぐだしちゃいましたけど。はい。なんか言い忘れたことないですかね。うん。8周年なんでね。うん。思い出、思い出の動画なんでね。うん、ないですね。はい。あと、ツイッターとかもやりたいですね。うん。ツイッターとか。うん。でも、ツイッター難しい。よくわかんないですよね。DM とか。うん。よく聞きますけど。リプライとか。DM。 ライズミート、うん、何わかんないんですけどもう。まあ難しいですね、ツイッターとか。まあ、SNS 難しいですね。うん。もう最近もついていけません。はい。<laughs> TikTok とか、インスタグラムとか。インスタグラムとかもう意識、意識高い系の中あれですよね。なんかき,きらびやかな。いやもうちょっともう怖くて。怖いですね、本当に。まあとりあえずツイッターね、いつかね、やりたいですね。うん、すぐやるよって話なんですけど。うん、ちょっと。 ちょっとめんどくさい <laughs>。ちょっとめんどくさくてできてないですね。まぁ、あ、いつかやりたいですね。まあ、生配信やるなら Twitter 作りたいですね。とりあえず。まあ、生配信やりたいですね。とりあえず。とりあえず、とりあえず。えずうん、大豆。はい。そんな感じですかね。8年、8年。うん。まぁ、あ、ねは、毎年撮りたかったですね。こういう動画。うん、5周年とか、6周年とかの話、7周まぁ。 しょうがない。忘れてた僕があるはい。まぁ、あ、ね。今後ともよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。さよなら。さよなら。さよなら。また来年。<laughs> 来年取るか分かんないですけどね <laughs>。来年忘れてる可能性がある。うん。だいぶある。だいぶ合いますね。はい。ありがとうございました。